新党の頃を伝える八坂ツアー。今回は宮崎県。日本神話古事記に登場する海幸彦と山幸彦、その中でも有名な竜宮城がここにあった。それが鵜戸神宮。一体どんな神社なのか、この後すぐその全貌が明かされる。はい、こんにちは。こんにちは、はい、今日はですね、鹿児島のですね、支部の支部長、壱岐支部長と一緒に来てます。はい、はい、こちらはどこでしょうか。こちら鵜戸神宮です。鵜戸神宮といえば何県ですか。宮崎県です。宮崎県ですね。私もですね、ここ一度来ていなかったんですけれども、あいにくの雨でしてね。でもですね、この雨、先ほどまでですね、非常にいい、ちょっとね、うん、雲を、まあ、飛んでいたんですけどね、はい、こんにちは。こんにちは。何かお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、神職の方が笑みを浮かべてこちらを見てくれていたので、出演交渉をしてみることに。偶然、うん、はい、あの神主さんで、鵜戸神宮の宮司してます。あ、神様ですか。あ、いらっしゃいします。いらっしゃいます。はい、こちらはいつ頃できた。2100年ぐらい前。2100年、主神天皇の宮にできたと言われてます。あ、そうですか。もともとこちらの名前の由来。ここはですね、洞窟の中に、はい、神社がすっぽり収まってるんですけど、で、御祭神は、うん、神武天皇のお父さん、うん、はい、第一代神武天皇のお父さんがお祭りされてるんですね。宇賀谷吹合津の御事様ですね。宇賀谷吹合津の御事のお兄さんというか、お父さんというか、山幸彦。山幸彦のそういうことですね。はい、ですね、はい、で、そのご本殿が収まっている洞窟の中にあるんですけどね、うん、はい、まあ、それを宇土というこの辺では言うんですね、それが鵜戸になったんだろうというふうに言われてますね。そうですか、いや、今上から来たんですけども、あの歴代のなんか神主さん、ね、さんのね、墓地が、ね、お坊さんですね、うん、神仏集合の神社でしたから、はい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 、ここのお山一帯を治める人が別当と言いましてね、うん、で、別当さんのお墓が、うん、59代続いてるんですね。あ、そうですか。平安時代の初めからずっと59人の別当さんのお墓と、うん、明治維新になりますと、うん、神仏分離の政策が取られますから、はいはいはい、そこで神社だけの信仰になりましたね、うん、なるほど。で、宮司さんが任命されまして、うん、私が11代の宮司ですね。だからいかに59代が長かったか、うん、そうです ね、 ね、いや、私ね、来てびっくりしたんですけど、これ事業所の前にこういうなんか壁があったり、非常に垢抜けてますね。あ、これですか。うん、昔はですね、十二坊と言いましてね、はい、お寺の末社みたいなお坊さんの住まいがこの参道脇にずらっとあったわけですね。宿坊みたいな。宿坊ですね。その名残がここでして、うん、で、今はこういう建物になってますけどね、うん、いや、よくね、神社の管理さんというと神様に仕えるから、うん、観光客は別にいいんだっていう方もいるわけです。でも非常にそういうのも、でもこういうのもありなんですか。いや、それはもちろんですよ。ですよね。一つの賑わいですしね、はい、いいんじゃないですかね。先ほどから海外の方が非常に多い。多いですね、この頃は、うん、ですね、去年の10月に国の名勝に指定されましたね。あ、そうですか、やっぱり海外の方にもそういう PR がなされて、よく外国のメディアも来られましてね、うん、録画して帰られますね。昔はね、神仏集合で、やっぱり仏が神の恵みを説いたという一面があるじゃないですか、だからことあげせずっていうのがね、聖地こうあったと思うんですけれども、どうしても今ほら神仏分離で神様は恵みを与える一方で、誰もそのありがたさを我々民が理解できないという、そんな時代があるような気がするんですけど、そうですね、まあまあ、結構物申す患者さんも増えましたね。そうですね、雑誌に出たり、テレビに出たり、まあ、取り上げていただくということがありがたいですね。そうですよね。だから私はね、常に言ってるんだけど、もともと全国に12万社あって、そしてこの12万社っていうのはどうやってできたのか、いわゆる我々民の感謝の証なんだと、だから寄付によってね、できた、それが何千年何百年と守られてきた、なのに今我々の代でなくなろうとしているんだ、
これはどうしてかって我々に感謝がなくなっているんだと、だもう一度この感謝の気持ちを持たないと、感謝がなくなっては神社がなくなる、神社がなくなれば国が滅びるんだ、そこにつながるんですよっていうことを常日頃言って回っております。やっぱりお願いをされる方は多いんですけども、うん、言われる感謝をされる方っていうのはどちらかというと少ないですね。そうですね、そのおっしゃる通り、はい、感謝の気持ちでお参りされる、そうです、一番ですよね、これもね、私も言ってるんだけど、お願い事ばかりする人って、うん、大切ですか、あなたにとって。でいつもありがとう、ありがとうって言う人は大切でしょ、それと一緒で神様もやっぱり感謝を言う人を大事にするんだと、これは神社とこう仲良く、神社の神様と仲良くなるってことは、ね、あの自分たちの友人やそういう 人々とも仲良くできる、うまくいくんですよっていうね、それは神社なんですよって話を、はい、やっていただいて、ぜひこれを PR しますので、どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様です。ちょっと国の名勝地として認定されたということで石碑できていますね。鹿児島に神尾三代のお墓が3つあるんですけど、そのうちの一つ、愛田三寮の御捧というのがありますけども、この宇都神宮との関係が、ね、あるというふうに書いてございます。素敵な、岩ですね、砂岩でできているんですね。硬いところと柔らかいところがあるので、これこの辺あの鬼の洗濯岩っていうね、独特の形状の岩があるんですけども、こういう風な岩でできているということですね。手見せですね。これ、ね、先ほどからですね、はい、あの向こう見てください、向こうね、ウサギが結構あちこちいるでしょ。はい、これ何かわかりますか。何なんですか。これはですね、神祠といって、よくある神社にはいろんなほらあれがいるでしょ、動物が。動物、はい。例えば、あそこの稲荷神社だったら。狐ね、うん、でこれね、あの稲荷神社の神様は狐と思ってる人いるんですけど、はい、実はあれ神祠といって神の使いなんです。神ですか。はい、でこの宇都神宮の神祠が、はい、ウサギ、そうなんですよ、ね、はい、ですからね、ウサギはね、あちこちにね、先ほど見ましたけど、はい、そうなんですね。そうなんです。あの鶏だったりとか馬だったりっていう、そうあれもその神祠のそうです、なんか種類なんですね。はい、天満宮は牛でしょ。はいはいはい、うん、まあ、そのようにね、うん、まあこれ言うと牛、ウサギで言うとあのそう、あね、稲葉の後ろのウサギ、あれはすごいウサギなんです。なるほどですね。はい、ということで、そろそろ着きましたよ、どうぞ。うわ、すごいね、あそこのほら洞窟あるでしょ、あそこの中にね、本殿があるみたいですね。あるいはウドっていうね、はい、さあ、早速行ってみましょう。行きましょう。こちらの神社は2100年ほど前に創建され、本殿は300年ほど前に建てられたと言われています。どんな本殿なのか、早速洞窟の中に入ってみましょう。こちらが本殿になります。中の方入ってみましょう。洞窟に入ると一枚の岩がくり抜かれた中に立派な本殿がありました。今日はね、あのこちらを案内していただくということで、はい、はい、よろしくお願いします。あのこちらのご本殿の方説明ですけども、はい、こちらのご創建約300年ほど前の、ご創建になります。江戸神宮として初めてあの呼ばれたのが約2100年ほど前の、後期2100年ほど前 の歴史になります。ということで、この本殿が創建されたのが300年前とは、これが300年経ってるってことですか。そうですね、すごいですね。足場とかも中のですね、あの木の床とかも全てその当時のまんま。あ、すごい。ということは2100年前にはまだね、その前の、ま、そうですね、また別の本殿がこういう形じゃなかったのか、うん、小屋を建てたということなので、うん、まあ、小屋というか、まあ、家のようなものを建てたということには違いないと思うんですけど、じゃあ吹矢寺の御事が生まれる上です。がはいですね、生まれる上なので、お父さんはあの青島神社さんの山田志子ですね。なるほど。その吹き屋の屋根をがまだ渡れないうちにっていうのがこの、はい、この名前出てますね。当時はね、瓦じゃなくてね、やっぱり藁だったんですよね。だから草でしょ、ね、でも吹く
でまだこれができてない富豪の時に生まれたっていうことですね。そうですね。御事っていうのも神様のことに全体的に御事。そうですよね。はい。あと今ほとんど人の手は加えておらず、人工ではなくて自然でできたもの。当時、まあ、300年ほど前です、まあ、江戸時代の頃なので、うん、まあ、神獣の信仰があったりとかですね。あとは神仏集合の、はいはい、ですね、あの時代でもありましたので、はい、建物の社殿の塗りが朱塗りであったりとか、あとはあの仏教色がちょっと出てる建物、こ の, ね、この模様とかですね、はい、色があるついてる神社っていうのは、あの神仏本郷であった可能性は、まあ、そういう名残が あ,、ね、あってっていう形ですね。だから元々俺八幡は、はい、あの八幡大菩薩、一番最初に神仏集合したのは八幡なんですね。八幡さん、うん、だから赤い。で元々ね、でもね、あの伊勢神宮も赤い時代があったんですよ。あ、そうなんですか。はい、これもね、元々あの腐食っていうか、伊勢神宮もまあ、あの両部神道って言われてた時代がありましたんで、まあその一緒にいろんな、まあ、伊勢の中の宗派もあったみたいなんですね。両部神道自体が元々お坊さんが作った神道です。なので、まあ、そういう神社と寺、お寺さんが一緒になっていたっていう、仲良くして、はい、仲良く明治の時に切り離されてしまったんですけど、あのウサギが東宮の神様のお使いの動物になります。僕たちの伊藤がウサギなのでとても親しみを感じますね。お守りともいっぱいあります、はい、ありがとうございます。跳ねると健康長寿とかですね、まあ、ウサギよく跳ねるので日焼けする、ゆかりのある動物として周りの方にですね、周知していただければという思いがありますので、あと宇都神宮 の, あの境内にもノウサギ、あ、はい、本物が、はいはい、女性の胸に見えるということで、 あれがちぶさに見えるという、はい、そうですね、まあ、歴史の中でもそういうお話が残っていました。こちらが何ですか。こちらの落ち清水と言いまして、はい、あの宇都神宮の御神水になります、うん、あちらの先ほど見ていただいた落ち岩から垂れている、はい、まあ、滴っている水を直接こちらの方まで、まあ、うまい具合に通しているんですけど、甘いで、これが、はい、一緒にあの、まあ、混ぜて作っている飴になりますね。あ、これがこの水で作った飴、はい、こちらの方が、まあ、あの妊娠されている方とか、授乳中の方とかに、うん、まあ、よく保利益があるというふうに言われてました。父飴と今から運玉も買います。これ運玉です。今からこの運玉を使った運試し、これやっていきたいと思います。これ運玉と言いまして、まあ、ごっこ100円で授与しておるんですけども、まあ、男性が左手、女性が右手で投げていただくことで、まあちらの方位ですけど、約12メーターぐらい離れていて、神岩という神の探しをしている、岩に目がけて投げている。あの神は、あの通常の姫が神に乗ってこられたという話があるんですけど、その時に神は元の姿になって海に飛び込んで帰ったので、待ちぼけ食らった亀はどうすればいいんだろうということで、そのままずっとそこにいたら石になってしまったっていうことで、こういう待ってた自然のものなんですけど、そういう話になって、まあうまい具合にこういうですね、残っている。じゃ あ,、うん、あそこに入るとちょっと運がいいぞという、はい、願い事を込めて、願い事が、あ、その願い叶うぞという感じですかね、はい、外れた。入った。ほら。イエーイ。すごい。はい、どうもお疲れ様でございました。どうでしたか、宇都神宮。もう修学旅行以来来たんですけど、うん、とこんな神社だったのかなと思って、改めて感動しました。そうですね。で、はい、またね、あの海外の方がね、なんかこう、すごくこう興味を持つようなね、この社殿の、はい、ね、ずーっと連なってすごく素晴らしかった。参道も素晴らしいですね。素晴らしい。はい。で、実は私ね、トンネルから来たんですよ。八丁坂の方から。そうです、そうです。あれが本来の。そうですね。旧参道の方は、あちらの方に、あの、宇都さん参りの方の話の中で、あちらを前、まあ、お参りして、宇都さんの本殿で、あの、新郎新婦が、
結婚の儀を挙げられたりとか、結婚しましたっていう報告をしたっていうのが名残が残っている。なるほど。ということは昔の、はい、あの、新婚旅行は必ず、はい、こちらの方を通って正式コースです。正式コースです。はい、いやもうまさかのサプライズですね、はい、今日はですね、あの神主様、ね、からあの新職の皆様にね、ご案内いただきました。はい、ね、ここで今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも、やだ。